はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、20% 還元 D 払いが D ポイントが貯まる7月からお得なキャンペーン発表ということで、今回はですね、ドコモの D 払いが大きなキャンペーンを発表したのでお伝えしていこうと思います。そしたらまず概要からですね、D 払い 20% 還元キャンペーン、プラス 20% D ポイント還元ということで、開催期間は2019年の7月の1日から7月の31日、ちょうど来月からということで、このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必要となってます。ちなみにネット決済ならこちら、本キャンペーンプラス金曜土曜日なら、プラス最大 25% 相当還元ということで、もしネット決済で D 払いを使う際には7月の金曜日と土曜日を狙った方が良さそうですね。対象となるお買い物として、D 払い加盟店の街のお店、または、ネットのお店で D 払いでお支払いしたお買い物ということになってます。まあ、今回この対象外の加盟店として、ネットのお店の場合なんですけども、D 払い加盟店として、ラクマですとか、あとは無印良品ネットストア、ハガキデザインキットなどということですね。で、次に申請上限と時期なんですけども、まず1万ポイントが上限となってます。結構ありますよね、今回の上限。で、時期に関しては2019年の9月30日以降、順次、申請されるということですね。そして D 払いの使い方ですが、今回は ID 決済が対応しておらず、 D 払いのアプリからの決済だけとなってます。で、流れとしてステップ1、 D 払いのアプリをダウンロードインストールして、ステップ2、 D 払いで支払うことを伝えて、そしてステップ3、スマホを見せてお支払い完了という、至ってシンプルですね。補足なんですけども、この D 払いに関してはドコモユーザーだけということに限らず、 D アカウントを登録してクレジットカードをお持ちであれば利用することができます。で、そしてそのクレジットカードを登録するときに注意点なんですけども、画像のように本人認証サービス、いわゆる 3D セキュアが設定されたクレジットカードが必要ですと出ているので、まあ、試しにですね、僕の方でビザプリペイドカードのキャッシュですねを登録しようとしたんですが、まあ見事に弾かれました。なので D 払いを利用する際は、ご自身のクレジットカードがしっかりと 3D セキュアに対応してるかご確認の上ご利用くださいませ。もし登録ができれば、クレジットカードプラス D 払いの還元プラス、そしてお店によってお店独自のポイントカードということで、30で恩恵を受けることもできますね。そして今回まとめなんですけども、 20% 還元、7月の1日から7月の31日までで、上限は1万ポイント、そして D 払いのアプリのみということで、 ID 決済はできないということですね。あとはネットでのお買い物なら、まあ、金曜日と土曜日が狙い目ということで、一応あの下の概要欄にですね、今回お伝えしたキャンペーンのリンクも貼っておきますので、ぜひあの D 払いに興味ある方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。